これ、あれ、あれやるんで。あ、テイクダウンするよ、今から。あ、あとはやっときますわ。前回はここに10人は入りましたもんね。だっけ3人じゃったらもう広々密にならない。密にならんけど密どこ。今日お昼ご飯に買ってきました、サーモン巻き、めっちゃでかいサーモン、そしてホタルイカのからし酢味噌、そしてね、これ大好きな無限キャベツの素、あ、これ箸とかなんか水もすごいな。10人乗っても大丈夫。あれ100人じゃなかった、うん、それどこの、これはユージャック。あー、ユージャック結構出してるよね。でもユージャックが出してるところでよそも出してるんだね。いや、同じね。あ、そうです、この間ダイソーでこれ買ったの。あ、10種のカラ、あ、いいですね、これは。私も思ってます、これこれ緑があるはずなんだけど、あー緑ないよね、多分あれ一番売れるんだろうと思う。切る、はい、よいしょ、サバさん、どうぞ。乾杯。では、11回目、乾杯。11回目だって、うん、もらったウコはまだ飲んでませんでした。これ、僕おすすめのキャベツ。おう、俺ももらって。あ、どうぞどうぞ。ゴリゴリと。よいしょ。あ、ここにこのパリパリそばが入ってるな。無限キャベツ。多分皿うどんのやつと、なるほど、カップラーメンとかの スープの素あるじゃないですか、うん。あれとごま油みたいなのがついてるんですよ。で、それを混ぜるとこれになるっていう。うまい。これはいける。うん。これはキャベツバリバリ食べれる。うん、そうなんですよ。これだったら俺一人で。結構全部食べれたりとかするんですよ。食べるね、こうやったら。キャベツだけこんだけ食えてたら絶対無理じゃないですか。無理無理無理。あの、味を変えていかないと食える。変えていっても食えんじゃない。前回は割と早いうちにダウンしたから。最後までたこ焼きくんが。先に寝たんか。うん、そうそう。あの時、星も出てなかったっすもんね。と、風が、ん？風あったっけ？朝が風邪ひどかったんか、うん。あれでも、ライブ配信が結構面白かったっていうのは覚えてる。結構すぐだったでしょ、30分とか。30分すぐだね、うんうん、あ、もう終わりなみたいな、うんうん、あれだったら2時間ぐらいやれる人も意味が分かる、ね、分かった。このノリで行けばあれですけどね、なんか遠くとかも行けそうですけどね。このまま行ける、このまま行けるね。これを線にはね、あったかかったら全然問題ないよね。それこそなんか車と車でこうなんかタープみたいにやったらなんか、うん、ああできそうなんですよね。行けるね、うん、雨どいのところにフックかなんかかけてね。キャプテンスタック出してるよね、あれを。俺一応持ってます。大丈夫、その時になったら立つよ。まあ、そうだろうね。時が来れば。時が来れば立つ。ちょっとかっこいい風に。かっこいい風に言うけど、それは不能なんじゃないのみたいな。そのうち大地に立つから。それガンダムだよ、ガンダム。またガンダムでやるの？下カップル掘るけ、またやるけ。ダメ。貸し切りだったらやるけど。大きな声で、マッチしなさーとか言って。我々は今、一人の英雄を失ったでしょ。そうそう、ガルマ。なぜだ。俺あの後帰ってから見ましたもん。見たんじゃん。演説覚えようと思ったけど、ちょっと長くて覚えられない。悲しみを怒りに変えて、ただよ、ここに。俺あそこが好きなんですよ。あの、イナっていうところが好きなんですよ。あ、イナ。あれがかっこいいんですよね。自分がまあ、ちょっとかっけえよ。あれ、YouTube で探したらね、生演説がある。あの、すっげえかっこいいよ。土田さんとかがやってるやつですね。あれはかっこよかった。めちゃくちゃかっこいい。立候補したらどれだけの人間が当選確実当選確実まあ、あ、また一つ年取ってしまうよ。あれ、3月30日なんですか。え、58歳ですね。なんで58なんですか。あれ、俺何歳なんですか。4じゃない。あ、4。あ、もう45歳だね。自分の年が分からなくて数えるのがめんどくせえみたいな。まだなんか白いのが出てる。白いのが出てる。白いのが出てる。
勢いよく出てます。いい勢いよく出たね。サラサラですか。サラサラ、いやもうドロドロじゃねえもん。聞き手の問題が発生するってやめてこれ。人格疑われます。人格疑われる。俺ついにシュタインズゲートのフランス版買いまして。フランス版？あの輸入、輸出版なんですかね。一応日本語も入ってるんですけど、うん、でフランス版だと2000何本だったんですよ。あ、安いね、外国のやつ。全部で。全部で。ああ、じゃあ安いね。そうなんですよ。で、DVD4 枚入ってて。あれでも全20。24枚ぐらい。4か、うん。で、あ、DVD4 枚で。そうです。で、3000以下だったんで、あ、これ安いわ。安いね、あの外国のやつ安いよ。安いですよね。うん、それでようやくうちの奥さんに見せることができて、うん、あと4話ぐらいで終わるんですよ。おこれでやっとシュタインズゲートの話できるなと。トゥットゥルーって、トゥットゥルー大丈夫だね、もう、はい、シャイニングフィンガーって言っても分かる。前回のキャンプの編集してて、やっぱ会話を見てるじゃないですか。会話見てて、六神合体、ゴトマーズ、なんだろうこれと思って見てみた。いや、YouTube で見れたんですよ、1番無料っつって、うん、物語自体はあれだったんですけど、オープニングがめっちゃやばいなと思って。歌が。歌がね。今時ない、なんつうんすかね。熱い。ポーンポーンみたいなのがなんか、入ってるから、あれがすげえ良かったんですよ。昔はアニメみんなあんないよ。今ってなんか、違うじゃないですか、なんか。なんていうかまあ、歌謡曲っぽい感じですよね。今日来る途中に、馬娘を見ながら。何娘？馬娘。馬娘？何それ？要は、競馬の今まで、いた馬がいるでしょ。例えば東海帝王とかシンボリルドルフとか、そういう馬を擬人化して美少女にして走らせるんですよ。好きだな。そういうのカンコレみたいなやつが。それそれそれ、そんな感じ。そういうことか。で、俺競馬好きじゃないですか。競馬好きだから、その美少女系とかは別に結構どうでもいいんですけど、名前聞くだけでもあるよね。名前聞けて、なおかつ競馬ファンから見るとそういう見方ができるんですよ。でも、逆にそのアニメから入った人は、実際の多分競馬とかをもし好きになってくれたらいいんかなと思うんですけどね。まあ、そういうあれもあるだろうけどね。カリカリで上げたらいい。僕もそのパリパリの元が100円ぐらいなんで、めっちゃ安い、安いお酢なんで。安上がりで。食べてみるとこ結構だけど。それ君に言われたくない。ただ化学調味料バリバリのスープとかかけてますけどね。その辺がどうかわかんないですけど。でもスープをそのまま飲むんじゃないから、また野菜だけで中和されてんじゃない。中和されるっつって。どういうことでしょ、こう。だってめっちゃ味が濃いでしょ、これ。これぐらい濃いなんて濃いよね。これがでも当たりやね。美味しかった。時間ばっかりかかってダメ。時間ばっかりかかるって言ったら、俺幼稚園の卒園 DVD を作ってくれって。なんか大変みたいだね、今。去年言われて、やるのはいいんですけど、撮ってるカメラも全部違うし、縦で撮ったり、横で撮ったり。それは編集センター無理よね、それ。で、ファイル形式も MOV って、今だけ MOV みたいな、画質荒いやつとかね。勘弁してくれ、それで綺麗にせえって言うと土台無理な話じゃない。いや、そうそう、だから、まあまあでもとりあえずなんか適当にやろうと思って話だけ聞きましょうって、うん、で3月20日に渡すって話で、あ、ないね、来月がある来月があるって気がついたら3月になったんで。あと2週間ない、もう切っとるだね。そうなんですよ、だから土日でやろうと思って。なんかコミケ前のね、入稿ギリギリでいつまで逆算してる。まあ話せないにしてもなんかこうコミュニケーション取ることはできるじゃないですか。まあまあ、ちょっと取ろうとすることはできるから、なんか偏見とかもないんかなと思って。すごいいい経験よね、子供の時だったらそういうの。身振り手振りで何度でもなるよ、子供って。みんな一緒に山にいたんで。自然に覚えるし。じゃあ今度、岩国に飲みに行こう、島チャンジで。次でうちの近所はアメリカ人と日本人が多分、両方来るような飲み屋とか、飲み屋とかレストランみたいなのがあるんですけど、そことか高いっすもん、やっぱ。フィッシュ&チップスが1200円とか。そんなに高いの？高いよ。いや、そういう異文化コミュニケーションを取れ。いや、面白いよ、異文化は。なんか、3つに分かれてて、日本人しか行かない店と、アメリカ人しか行かない店と、両方行く店っていうのがあるんで。日
って地元で酒飲みに行ってて、だったらもうキャンプ場に来てやった方がよっぽど安い、安くて面白い、安くて面白いじゃんっていう話で、いやそりゃそうよねっていう話で、はいはい、いやそれ以上なんか違う刺激で違うことをしたいんだったら今言ったように、はい、そういう違う環境のところに行けるんだったら、で最後どうでもダメだったら島ちゃんちでうぅたこ焼き君に蹴られるわしぐるぐるやろうとかってで飲んでぐるぐる回れてうぅぅぅって楽しかったけどね、何本で覚えてるんだっけ。サバゲーとかっていう、俺やったことないかわかんないですけど、やってみようね。いや、もう連れて行ってあげようか。やるんだったら道具から何からあるよ。あ、マジですか。鉄砲、俺でも鉄砲でも 20とか30くらいしか持ってないで、あ、これ30くらいしか持ってない。あれってなんかシグの552が、 あれ使いやすくて、結構最近になってこうなんか流線形というかなんか、なんていうんですか。いや、人とれぞれあれやっぱ月々なんですか。うん、玉数とかによって、玉数が今ね、普通ノーマルダンスにみんな来てるから、うん、あの多段数ってあんまり使ってないよね、最近。リアルカウントって。ケースバイケースで、なんで使えるところもある、うん。そこはそうしてくれっていうところがあるけど。その辺はちょっといくらでも合わせられる。実銃は何発しか入らんから何発だけねとか。ああ、本当は20発しか入らない。あくまでマガジン変えてやってくれってことですか。みんながみんなマガジンに300発入れてやってるとかそういう話じゃない。うん、まあ今もう300発、あ、玉数マガジンで。でも普通に使ってるのあるよ。なるほど。やってみるんだ、やってみたいんだったら道具はいくらでもさせるよ。いや、1個分ぐらいで。やる時間があるかどうか正しいですね。まあ見に行くだけでも。あ、これでも14が5丁しかないの。しか14ってなんですか。 M14 っていう10なんです。ほぼほぼ。 M16 じゃなくて、16じゃなくて、14が1、2、3、4、5、6、7、ソコムとかも持ってる。ソコムが2丁で、で、あとガスの1音が1丁しかない。 F2000 が1、2、3丁。アホじゃないかお前。俺でもやるんだったら自分で買いたいな。まあそれだったら1個あげるよ。 イングラムが買いたいです。今時イングラムな。いや、イングラムはロマンですよ。あれはチャックノリスだ。じゃあラグウィジーだ、うん、あれの電動感ってあるの。イングラムって電動あるけど、イングラムってT の字やけ、宇宙に構えたら絶対当たらんけん。いやでもあの形が好きなんだよな、イングラム。え、今時イングラムっていうあれを聞くとは思わんかったね。シグが2丁。ハンドガンが面白いよ。ハンドガンだけで出るの。あ、で素人は無理ですから。そんなことはないと思うよ。俺があんだけ戦えたんですよ。あんた素人じゃないから。とりあえずカスタムして自分の銃になりました。で、とりあえずどれだけ痛いか自分で確かめてねとかって。そういうそんなやらんでるもん。今やってないと思うよ、うん、そんな変な人おらんと思う。昔そんなことしようとんだ。あ、じゃあ撃たれて大丈夫だったら使ってもいいよ。自分で、あ、自分でやってみて、ね、耐えられたら、うん、ちょっと言うけど大丈夫。痛いって言うか言ったんだ。いや大丈夫ですね。めっちゃ痩せかも。しかしお腹結構いっぱいになってきちゃったけど、うん、食えます。いや食えんね。散歩行こうか。あ、散歩します、うん、なんか下にあのちょっとトイレ行ってくる。砂防ダムみたいなのがあったじゃん、下に上がってくる。下見てみましょうか、うん、1、2、またゲートプッシュもたくさんたくさんたくさん聞こえあ、ここともう一個下、もう一個下はやらないです。あれもいつ、あ、いやでも枠つけ、手すりつけちょるけ、多分そのうちあれ締めたらすぐできるじゃん。うん、この辺がハンモック用ってことですか。ああ、これ。これとね、あの向こうのアライバルした。あっこもちょうど今。あ、そっか、あそこ片付けちゃったもんね。ほうほうほう。あ、これだけあったらハンモックできるね。どれかにかけないよね。あ、でもこのぐらいだったらハンモックいいですね。タープもいけますね。ハンモックターブとかって結構いけるね。あ、ここ地味に階段あるんだ。これ洗濯間違ったんだこれ。あ、でもあんな階おったら大丈夫か。ざまてめえこの野郎。あとどうでもだったらアルパカスプリクル。いや、閉めたら多分あったかい。ええよね、こんな枯れた感じの木があったりとか。で、枯れたような人と一緒に写真撮るな。誰が枯れたような人だろう。
だって俺がこの前の時全開に使っとったもん、うん、無理じゃん。じゃあちょっと俺白ワイン飲みます。もう行くんじゃん、はい、ちょっとちょうだい。あ、どうぞどうぞどうぞ。あざーす。いいよ、ゴムボートでも何でも乗って下ってる方がまだ楽しいんかなと。まだ前やっちゃった、ね、前やるラフティングみたいな感じで、うん、あ、面白いそうだと思う、はい、いやでも俺泳げないからな。あの一応あれ着てライフジャケット着て、はい、キントやばいじゃん、はい、消される。でもあれ着とったら少々大丈夫っすね。大丈夫、俺も泳げないけど一回行ってみたいな、面白そうと思うけど。ビート板持ってたら、うん、夏の遊びですビート板、ビート板で乾くなり。いや俺久しぶりに聞いたビート板俺浮き輪って言おうかなと思ったけどビート板が先に出たから昭和だ昭和ビート板で乾くなりで、でなんか下った先でなんか鮎の塩焼きとかってね。あー、うまいだろうね。うまいと思いますよ。えらい食ってくれよるけどうまいんじゃん。海鮮処理っていうことで片付けないと。なんだこれ、あったかいですよ。もう終わったかい、あったかい。あ、じゃあ俺食べよう。うまいかどうか。俺もいただきます。うまいかどうかはうまいよ。この野郎。思い込みでなんとかなる。うまいかどうかはうまいよ。あったかけ豆腐入ってる。そうそうそう。こんにゃくと。こんにゃくはでもサダさんが使ったやつだけど。じゃあ久しぶりに聞いたそれ。人肌にめくめたやつを。あれかぶれるらしいよ。こんにゃくって。え、そうなんですか。こんにゃくでやったらかぶれるって。やったことあるんですか。いえ、聞いた話。かぶれるって聞いた話風に装って。いや違う。ほんまに。かぶれるんだって、本当に。あ、そうなんですか。え、なんかその成分っていうか。成分的に。だって、こんにゃくのって素手で触ったよ。手、本当にかぶれるよ。からしがある。あれ、さっき佐藤さんがネギ、クーラーのカーネギサンダー、カーネギメロンかなんかだ。よく気づきましたあ、でもこれうまいっすわ。うまこれネギあの、からしもあるし、どの辺まで大丈夫って今、下のもうあれだ、もう早っすぐ食べたって今、ま、下の方はあの山の方ってやっぱり、あ、山の方ですよね。いや山岳用のテントなんですねって言ったら、あ、自分は山の方なんで、あのジムニーの人が、あ、いやでもテント2つでタープもなしでよく、あ、やっぱ山でも山の人、そうですよね、山の人な感じで、うん、俺も一人でやるときほぼタープ立てなかったりとかするんですよ。もうめんどくさいのもあるし、うんうん、俺はあのだってもあの下方回りする系、あとがめんどくさいってなるで、うん、俺ターブ立てるときはほんまあれっすあの近くに人がいてなんか見られたくないとか、ああ目隠しのためのタープ、うん、あれもタープっていうでどっちかっていうとほんと人膜とかの方がね、ああ、ね、ああ、パンダはでもあれはやっぱジャストだね。パンダ DC とパンダタープは前回の完璧ジャストだったすごい、ね、撤収もだって楽じゃん、むちゃくちゃ楽だよ。あれやっぱ四角形が楽っすよね。四角形楽、うん、サーカスはちょっとでかいね一人だったら。ああとか、あの天パンダは本当にあの設営撤収楽、あ、手抜こうと思ったら本当手抜けるし、まあだってしっかりやろうと思ったらボールとピッと立てるだけだもんね。正方形だったらね普通にあのブルーシートじゃないけどああいうなんでその上にパターンと立ってるから、あんまり汚れなくて済むから、あのワンポールテントもそのポールを使って例えばそのテーブルにするとかそういうことをやれば、あ、まだ意味があるかもしれないですけどね。でも邪魔でしかないですもんね。ポール真ん中にあるっていうとレイアウトが難しいよね。あ、例えばこういうところに真ん中にあったら、まあまあまあそう、うん、そうですよね。やっぱ邪魔になってきますよね、うん、でもこの裏の鍛冶屋のテント、まあ、セール中だったとはいえ1万7000円とかめっちゃ破格ですよね、うん、これいいよね。これは俺もあの時買うべきだったなと思う家族でやるのこれ、これだけ立てりゃ寝れるし。そうですよね。なんだったらね、終わったテーブルはみんな予想にのけてから。そうですね。三々丸ってあのパカって開く。あ、こんばんは。あ、どうも。ありがとうございます。すみません。すみません、気を使わっちゃって。ありがとうございます。ありがとうございます。あの作った人があそこに。佐賀の作ってます。じゃあいただきます。ありがとう、本当ありがとうございます。いただきます。いただきます。美味しい。あ、うまい。美味しい。味加減。あ、うまい。
これ塩だけではなくて、なんかスパイスですね、うん、なんか入ってるね、これ、うん、それこそホリンシとかかもしれないね、うん、そんな感じだね、うん、西村もなんか作ってる、ね、ちょっと唐辛子っぽい感じもある、うん、マキシム、あ、マキシム、マキシムも種類 3つ出してるね、クロセとホリンシとかって言います、うん、で今西村もなんか出したね、あとあの森風味、ああ、うん、そんななんか出してるよね、俺も出そうかな、ニンニクしか入ってない絶妙のスパイス、極悪なやつ、シマちゃんとか言ってるどう係長、シマ、シマで、シマ工作みたいな、シマ工作じゃちょっとまずいけど、作者は岩国出身ですからね、そう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 、岩国なんだっけ、山口は山口だと思ってた、岩国、あ、岩国なんだ、うん、だから岩国の中の高水っていう高校があるんですけど、そこが出身校っていうことになってるんですよ、名前は違うんですけど、俺友達3人と受けて受かったの俺だけだってすげえ気まずかったいやそいつら本当バカだったんですよバカだね、初代もう死んじゃいましたけどね、あ、そうなんだ、うん、うちもだから高校の時の同期なんか500人、1学年500人ぐらいいたから、うちの 1% 以上は死んでるからね、でもこれから余計に分かんないですね、コロナもあるしねえ、伝統ぐらいで佐藤さんの亡くしてしまってまあ、そのうちそうやって言わねえけど、惜しい人、惜しい人、大丈夫、そうなったらあの追悼会で明かしますからあの全て下ネタしか言ってないところ総集編でも総集したら同じことしか言ってないよねかもしんない、あ、下ネタって大体共通して一緒やろでも何歳までやれるんだろうって思うけどね、この趣味はでもキャンプとかそんなに、うん、ただいやこのおじキャンシリーズを何歳までやれるかしまちゃん世代じゃない、まあまあそうです、もう10回過ぎたんで、うん、できればまあなかなか難しいですけど、やっぱちょっと遠出したいですよね、ああ1回やってみたい、遠征ね、いやだって県外行ったことないじゃん、ないね、あのおじキャンで遠征はないね、島根とか前行ってたじゃないですか、あの辺とかだったらまだ近いところだから、それこそあの岩倉ファームとか、ああそうですね、広島とか、うん、外気が入ってくる、ちょっとだけ開けてくれ、そうですね、ちょっと開けてくれ、あ、もうちょい、いやいや、こっちも一緒に開けてくれ、じゃないとあの、一酸化炭素中毒が、そう、3人、おっさんがこんなところ死んでたらって言ったら、仲良く臭そう手繋いで、臭そう手を繋いでなんでそういう方向に、ウィスチュエーションっていう、あ、ね、あ、なるほど、夏場謎を呼ぶやつ、謎の名探偵コナン、体は子供、あそこは大人みたいな感じや、それ逆じゃない、あ、そうか、もう大人じゃないじゃろ、あそこは大化しよるわや言う計算だぞ、いや、俺はお前が言ったんじゃ面目ない、うん、タケノコ、そんなに安いものないから、一個ずつ取れ、タケノコ、あ、一緒に必要かな、あ、ありがとう、タケノコです、タケノコ、こっちキノコ、あ、じゃあ一個ずつ、あれなんで色がちゃう、知らん、なんか季節的なやつなんですかね、シェア、シェア、はい、俺も完璧にタケノコ派なんで大丈夫、いや味一緒だって、いやいや違う食感が違う、食感がなんかでも俺サラさんとね20違うんだけ、なんや40 なんや4歳、なんや、あ、4つ違うんだ、42年だから、うん、うちの兄貴と内容したから、うちの兄貴が42年の2月だから、ああ、じゃあ一緒だね、ああ、ちょうど兄貴と一緒ない、もう嫌だ、もう片足また顔を蹴って込んだ冷静に考えると、冷静に考えると、え、真ん中の足ですか、真ん中の足が、あ、それはもう前から入ってるんだよ、わやいよね、しまっちゃん人のせいかい、わやいって、しまっちゃん人のせい、真ん中の足がもう最初に顔を蹴ってわやいよね、いや、大体らしいよ、そういうでしょうね、あそこ来て目に来て足に来るっていう、これでもこっからラーメンとか食えます、無理っすよね、無理、そうあでも8時半かまだ8時半だ、多分11時ぐらいになったら食えるかもしれない、俺もちょっとラーメン食いたくなって、いや甘いもん食うと今度しょっぱいもん食いたい、食いたくなる最初の話と同じで扁桃腺を集めて、しいたけやんけ、いや、オーナーさんがくれたやつ、うん、何や思ったの、しいたけやんけ、あれ、佐藤さんのしいたけ使う、出た、ええー、とこだったのに、
1,2,3 たくさんたくさん。いや、何リッター入ってるんだよ。何リッターもないか。コンマ3これ。ああ。誰の？セオネークのあんたのじゃん。あ、チタンの足が。出た？いや、でも全然音してないね。いや、こっち開けたか？いや、開けてない。言っとるで、このおっさん。元バルブ開けてないのに、そっち開けて出るわけがないじゃん。ライター供電によりますと。あれ、もうつきました？これプレヒート。いやいやいや、開けとけ、全開で、こっち。それで こっちちょっと開けて、もうちょっと。あ、そう、もうちょっと、もうちょっと。あ、もうええや。あ、そっか、俺メガネ隠してる気分からんのんで、あんまり。何しとんねん。前がよう見えんから。あ、行く行く、そうそう、もう行くんじゃない？お、来た。来た。いいよ、そのまま開けてっても多分。あ、炎上するな、やっぱり。もうちょっと待たない。プレヒート不足だとか。そのぐらいちょっと置いてた方がいい。おかしい、持ってない人の方が詳しいっていう。あー、どうしよう、やっぱ買おうかな。確かに音すげえ。てか、はぁって言わねえから。確かにすげえ。秘伝のタレ。先に麺？麺ですね。麺！どう？固定。よいしょ。麺と修太郎くんが。狭いの怖いよ。暗いの怖いよ。狭いの暗いよ、怖いよ。レオパルドって言わなきゃ。15。うるさいじゃん。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1終了。うるさいじゃん。次はスープですね。おお、よう絞れよ。俺は端っこから絞れよ。ぐじぐじといきますから。ぐじぐじと絞れよ。まずいね、あんた。いや、とりあえず入れてから考えよう。入れてから考えよう。わしやな。変態。入れてから出さなきゃ、まず。動かさなきゃ、とりあえず。ああ、いやいや、それでもできる可能性はあるよ。まあ、出てなきゃ大丈夫よ。いや。うん。なるほど。じゃあ、これいただきまーす。うまい、これ。おいしい、おいしい、うん。あ、うまい。あ、これおいしい。うまい。これ。いけるね、これ。うん。あ、うめ。すいません、ちょっと侮ってました。うまいです。あ、うめ。お片付けしてます。